澤雅美さん。嫌われ待ち。長澤まさみ、東宝シンデレラオーディションのグランプリ受賞をきっかけにデビュー。見たことない。世界の中心で愛を叫ぶでは史上最年少17歳で最優秀助演女優賞。あなた生きてるよ。ねえねえ。血のつながらない兄と暮らし、大人の女性へと成長していく少女カオル。私のことばっかりじゃなくて、もっと自分のために好きに生きればいいんだよ。そして、長澤まさみさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ニーニーの妻夫木さんとはこう息がぴったりだったとお伺いしたんですけども、こう素顔の妻夫木さんって一体どんな方なんですかね。あ、すごいなんかこう、幼いなって思うような時もあれば、すごく大人っぽいって思う時もあって、すごいいろんな顔を持った方だなって。妻夫木さん、ちょっと伺っていいですか。はい。長澤さんの魅力っていうのは一体どういったところにありますか。そうですね、さっきまさみちゃんが僕に言ったような同じようなことを返しちゃうんですけど、はい、本当にいろんな顔を持っていて、19歳っていう年齢年相のなんか可愛さも持っているし、やっぱりその女優としてのすごくひたむきになんか真面目にこう取り組んでいく姿勢っていうのもすごく大人っぽくも見えるし、いろんな顔を持った女性だなと思いましたね。おめでとうございます。ありがとうございました。そして松井秀喜さん、受賞おめでとうございます。